マット・スミスは、イングランド出身のイギリスの俳優。イギリスの TV シリーズ、ドクター、フーの11代目ドクター役として知られる。少年時代は、サッカー選手に憧れており、ノーサンプトンタウン FC、ノッティンガムフォレスト FC、レスターシティ FC のユースでプレーしていた。しかし、軽椎症をわずらいプロになることを諦めざるを得なかった。 その後学校の演劇の講師により演技の道を紹介され、講師により、密かに12人の怒れる男の舞台のバ信員十番役として登録させられる。演技には興味を示したが結局舞台には上がらず、しかし演劇の講師は熱心に進め続け、説得の末ナショナルユースシアターに所属することとなった。イーストアングリア大学で演技と脚本を学んだ後、 2003年に俳優活動を開始。様々な舞台を経験し、活動をウエストエンドに広げ、クリスチャンスレーターとも共演した。同年批評家に絶賛された舞台ザットフェイスにヘンリー役で出演。2006年には BBC で放送されたフィリップ・プルマン原作のサリー・ロック・ハートの冒険のドラマ化で初めてテレビドラマに出演した。スミスはザ。 ルビー・イン・ザ・スモークとザ・シャドウ・イン・ザ・ノースの2作品でジム・テーラー役を演じた。主演のサリーを演じたビリー・パイパーとはシークレット・ダイアリー・オブ・エイ・コール・ガールで3度目の共演をしている。2007年にはパーティー・アニマルズシリーズで初めてメインキャラクターを演じた。撮影中のマット・スミスとエイミー・ポンド役のカレン・ギラン・メディアを再生する。 撮影中のマット・スミスとカレン・ギラン2009年1月10代目ドクターを演じたデイビッド・テナントが番組を離れることを明かしてから3ヶ月後に11代目ドクターに選ばれたことが発表された。当初予想されていた俳優陣の中ではない人選でまた最も知名度のない俳優であった。番組のファンの中にはスミスはドクターを演じるには若すぎるのではないかと考える人もいた。 26歳のドクターはこれまでで最も若く、イギリスの TV シリーズで最も若い主演俳優となった。スミスは最も早くにドクター役の、また同時にプロデューサーのスティーブン・モファットが手掛ける別のドラマであるシャーロックのジョン・アトソン役も受けていた。モファットはシャーロック・ホームズ役の方が合っていると考えたが、すでにベネディクト・カンバーバッチが シャーロック役に決まっていたため落選し、3週間のオーディションの結果ドクター役を得ることとなった。2010年6月、オービタルのグラストンベリーフェスティバルでのパフォーマンスの際にステージに上がり、共にドクター風のテーマを演奏した。2010年7月24日から25日に、か、2012年5月26日の早朝、カーディフから始まる聖火リレーのランナーを務めた。 これは2006年放送のドクター風のエピソード危険なお絵描きでドクターが聖火ランナーを務めていたことがきっかけとなったものである。2013年6月1日、スミスがドクター役を交板し、同年12月に放送されるクリスマススペシャルにて11代目ドクターが再生することが発表された。後任はピーター・カパルディである。ただし、 スミスは2014年のシリーズ8、深呼吸でも11代目ドクター役として、仮名を出演した。クリスマススペシャル、ドクターの時の収録後、マットは4シーズンにわたって、ドクター役を演じた記念にソニックスクリュードライバーを持ち帰った。イギリスのファッションモデルのデイジーローと交際していたが、仕事の忙しさが理由で2011年に破局。レディオヘッドのファン、無神論者である。 ブラックバンド・オーバーズ FC のサポーター。2014年、映画、コ慢マンと偏見とゾンビで共演したのをきっかけに、リリー・ジェームズと交際しており、ロンドンにて同棲中。イギリスのテレビ番組、トップギアに出演した際、背中の怪我が原因であることが判明。なお作中で実際に走ったのは、デイビッド・テナントが演じる10代目ドクターである。映画、ヒストリー・ボーイズの原作舞台。 ありがとうございます。